第二次世界大戦バルカン半島の戦いギリシャイタリア戦争ギリシャイタリア戦争は1940年10月28日から1941年4月6日まで数軸国のイタリアと連合国のギリシアとの間で戦われた第二次世界大戦の戦争を指すバルカン半島の一国家であるアルバニアを併合していたイタリア政府は親衛国であるギリシャを介して連合軍側が アルバニアやイタリア南部へ干渉してくる可能性を危惧していた。当時、北アフリカでも英軍との戦闘が行われており、いたずらな戦局拡大を避けるべきとの軍の反対を目殺して、ベニート・ムッソリーニはギリシャへの遠征を命じた。ムッソリーニはアルバニアに駐屯する10万5000名に加え、本土から新たに招集した部隊6万名を加えた軍勢で攻撃を加え立てたが、 時間の都合から、新兵の多くは、訓練が不十分なまま戦地に投入されており、連土の面で問題があった。また同様に、短期間で戦力を集めるために、アルバニア人部隊も設立されたが、忠誠度は高いと言い難かった。さらに、戦車戦力の確保のために、北アフリカに送る手はずだった戦領の戦車を投じており、これによって、北アフリカでの勝利の機会が、 永久に失われた。その他にも、冬季装備の欠乏や補給ルートの脆弱さ、地形に対する情報の少なさが指摘されていたが、ムッソリーニがこうした意見に耳を傾けることはなかった。1940年10月28日、セバスティアーノ・ビスコンティ・プラスカ将軍率いる7個、師団10万名がギリシャへ進行を開始。 一部の部隊が 30km の地点まで突出するなど最先の良い成果を挙げていたが、アレクサンドロス・パパゴス将軍指揮下のギリシャ軍5個師団は、険しい山岳地帯がほとんどを占めるギリシャの土地柄を活用した副兵や不正規戦闘でイタリア軍部隊を苦しめた。また季節柄、冷下にまで冷え込む冬のギリシャは、陶器装備を持たないイタリア軍に追い打ちをかけた。 次第に深まるギリシャの山々を越えるにはロバカ、人力しかなく、進軍速度は思うように上がらなかった。北アフリカからの援軍要請を無視してまで送った、戦車隊も、山岳地帯では有効な成果を上げることができなかった。過酷な戦いに耐えかねた、アルバニア人兵士の脱走も、相次ぎ、中には、パルチザン化して、友軍たる、イタリア軍兵士に武装解除されるものまで現れる。 始末であった。戦後のギリシア占領の様子。水色がイタリアによる部分。赤い部分はドイツ。緑はブルガリア。青は、イタリアの既存の領土結局イタリア軍は、エピルスでの戦いに敗北し、侵攻は大きく頓挫した戦争を楽観視していた。ムッソリーニはここで考えを改め、司令官のヒメント軍の増派を決定する。各して、ギリシャ軍とその地形を過小評価していたビスコンティ。 フラスカ将軍は悲鳴され、新たに、ウバルドソッド将軍が、指揮官に着任。戦力面では、本国から六個師団の投入が決定するものの、戦局は好転せず、ギリシャ軍に、アルバニアへの逆進行を許す割様だった。ギリシャ戦争の泥沼化の責任を取って、ピエトロ・バドリオ元帥が悲鳴される。代わって、ウーゴ・カバレーロ将軍が、参謀総長に就任した後も戦争継続の意志は、 変わらず、国境地帯で、激しい山岳戦が繰り広げられた。一方その頃、同じバルカン半島の国であるブルガリアとユーゴスラビアが、数軸側に立って参戦。ドイツ軍がブルガリアへの進駐を開始していたが、数軸側参戦から数日後に、ユーゴスラビアで、親英派のドゥシャン・シモビッチ将軍によるクーデターが、決行され、同国は連合国側に寝返ってしまった。 アドルフ・ヒトラーは不安定化したユーゴズラビアへの介入を決断、大祖戦を延期してユーゴスラビアへ南下する。ムッソリーニはヒトラーの要請に応じて軍部隊をユーゴズラビアへ派遣し、またドイツ軍もギリシャ戦線へ3個軍団を援軍として投入。すでに本土から新たに数個師団の増援を得ていたイタリア軍はドイツ軍と共に攻勢に転じ、攻撃されたギリシャ軍は総崩れになる。 4月23日、ギリシャ政府はイタリア政府に降伏を申し入れ、これをイタリア側が受領したことで戦争は終結した。詳細は、ギリシャの戦いを参照当初は、ギリシャ軍を侮って7個師団での戦争を開始したイタリア王国軍であったが、最終的には28個師団を投入する結果になった。ありがとうございます。